こんにちは。始まりました紙切りラジオのお時間です。このラジオでは皆様のペーパー出来事を募集しておりまして、私が紙を切りながら、そのお便りを読んでいくという、コーナーになっております。ペーパー出来事の投稿に関してはウェブサイトで、投稿できます。紙切りラジオで検索していただくとサイトが出ますので、そちらからお願いいたします。最近ですね、アプリも登場しまして、そのアプリから、簡単に投稿できるシステムもございますので、よければそちらもご活用ください。はい、では早速、ペーパー出来事の、お便りを読んでいきたいと思います。まず1人目、ペパバッグさんからですね。ペパバッグさん、こんにちは。小林さん、こんにちは。こんにちは。初めての投稿です。初めての投稿ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。嬉しいです。ありがとうございます。私は紙袋が好きで、お買い物をした時に余分に紙袋をもらってしまいます。デザインが可愛いので、人に何かを渡すときに使っています。小林さんもそういうふうに紙袋を使うことがありますか？もし紙袋が可愛いお店をご存知でしたら教えてくださいということです。はい、ではね、紙を切りながら、早速お答え、お話ししていこうと思います。紙袋ですね。はい、今はお洋服屋さんとか、百貨店に行くと紙袋でね、に入れてもらえますよね。私も紙袋好きですね。はい、ペパバッグさんと同じように人に何か物を渡すときに紙袋に入れてお渡ししたりとか、あとは普段自分がね、お出かけするときにエコバッグのとしてですね、紙袋を利用することがあります。紙袋もね、結構何回も何回も使えるものなので、結構丈夫なのでね、はい、使ってますね。で、そういう風に使う時のために、その可愛い紙袋に出会ったら取っておくようにしています。コレクションではないですけれどね、こう人様にプレゼントを、差し上げる時にこう、ね、わざわざ紙袋を買うというのもですね、何かね、大変ですから、そういう時のために可愛い紙袋は取っておいてますね。はい、そうですよね、余分に紙袋もらえますよね。プレゼント用ですかってね、聞かれて、プレゼント用だけど、そのね、その紙袋でそのまま渡してしまって、新しい紙袋は家に取っておいてとかね、私もしてしまったりします。また別の時に使おうと思ってね、取っておいたりします。紙袋が可愛いお店ですか？そうですね、最近のお買い物で言うと、私はラブラリーバイフェイラというお店でもらった紙袋がとても可愛かったですね。はい、ラブリーな感じです。本当にそのお名前、店の名前の通りラブリーな感じの紙袋です。はい、女性にプレゼントするときにはとてもいいんじゃないでしょうか。あとはですね、香水の白がありますよね。香水の白の紙袋は
シックな感じで、ちょっとおしゃれ、かっこいい感じの紙袋なんですけれども、紙袋の材質がとてもしっかりしていて、紙袋が材質というか紙なんですけれども、とてもしっかりした作りになっていて、多少重たいものを入れても問題ないというような感じですね。はい。なので、まあプレゼント用にしてはすごい豪華な感じになりますし、エコバッグとして使うには、頼りになる紙袋という感じです。紙袋にも取っ手にも違いがありますよね。紐がついているタイプであったり、そのままリボンのような感じの紙袋であったり、あとは何だろう、そのまま紙の取っ手というのもありますよね。その重いものを入れるように想定されている紙袋であれば、紐タイプなのかな、どうなんでしょうね。リボンタイプのものは、軽いものをね入れる、ちっちゃい、アクセサリー屋さんとかはリボンタイプのものが多い気がしますね。ジル・スチュアートの紙袋もとっても可愛いんですけれど、そちらは確かリボンタイプだったと思います。はい、そうですよね。紙袋ついつい、お金を出して買う時もあります。それだけ紙袋ってなんだか可愛いですよね。特別なものだと思います。またカバンとかとは違う、ビニールの、袋とは違う、ちょっと特別な気分をね味わえますよね。はい、ペパバッグさんありがとうございます。もしよろしければですね、ペパバッグさんおすすめの可愛い、バッグを扱っているお店をね、ご存知でしたらね教えてください。ぜひまた投稿お待ちしております。はい、ありがとうございました。では次のお便りを読んでいこうと思います。ペラペラ神頼みさんからですね。小林さん、こんにちは。こんにちは。今私は迷っています。何でしょう。ノートを買わなければいけないのですが、リングノート、普通のノート、ルーズリーフ、この3つで迷っています。友達はルーズリーフを使っている子が何人かいるのですが、どうしましょう。小林さんは普段どんなノートを使っていますか、ということですね。はい、ペラペラ神頼みさんは学生さんなんでしょうかね、社会人方なんでしょうか。そのね、どんな用途でノートを使うのかによってもきっとね変わってくるとは思うんですけれど、まず順番にお話ししましょう。学生だった時、私が学生の時はどんなノートを使っていたかというと、小学校、中学校、高校までは普通のノート、糸で閉じられているタイプの普通のノートを使っていましたね。はい。で、大学生になっても大学ノートですね、大学ノートを使っていました。もうずっとずっと大学ノートですね。やっぱり小学生の頃から使い慣れていたものなので、使いやすい、使い慣れているからもう大学ノートでいいかという気分で大学ノート
ていましたね。ルースリーブをね、使っている方は私のお友達にもとても多かったです。年齢がね、上がっていくにつれてルーズリーフを使う方がね、多くなっているような感じがしました。強化が増えていくので、ノートを使い分けるよりもルーズリーフにした方が荷物が減るっていうことなんですよね。それで、重さがちょっとでも軽くなるということでルーズリーフを使っている方が多かったです。きっとその日の授業でノートを書いたものを家で閉じる、いやそんなことないですね、いやその場で閉じていましたね。重さはそんなに変わらないのかな、どうなんでしょうね。ルーズリーフは扱いやすいっていう風にね、皆さん言ってました。はい。リングノートを使っている方はいらっしゃいませんでしたね。はい。リングノートもリングノートで、ノートを開けた時にあまり浮かないので、リングノートなのであまり浮かないので書きやすいというイメージはあるんですけれども、でもやっぱりこう書く時にリングに当たってしまったりとか、その紙を破る時にどうしてもビリビリビリっとこう穴がね潰れてしまう、見た目があまりよろしくないということで、リングノートはね、板書には向かないのかなという印象ですね。でも私は、留学に行っていた時は現地でリングノートを買いました。はい。可愛かったというのと、容量がですね結構枚数が多かったのでお得に感じたんですよね。そんなに短い留学期間でそんなに書くわけでもないのに、同じ値段だったら枚数が多い方がお得なんじゃないかという気持ちでですね、ついつい分厚いリングノートを買ってしまって、で結局ですね使い切ることもなく、もったいないのでね、別の形でその残りの紙というのは使っているんですが、結局はね余らせてしまいましたね。はい。社会人になるとどうなんでしょう。それこそ社会人になるとですね、一冊のノートがいいというふうな、ちょっと薄めでもいいの、枚数は重くなるので薄くてもいいので、一冊のノートがいいというふうに私は、一人の人からね聞いたことがあります。そしてできるだけこうちょっと大きめの A4 もしくはなんだろう、A4 よりもちょっと大きめのノートで、あまり線が書かれていない、線が書かれているもの？線、マスが書かれているものでしたっけね。行ではなく、マスとかのノートがいいというふうに。その方はそれがお気に入りだったみたいですね。なぜかというと自分が好きなように書けるからということらしいです。例えばお仕事で図形を書く機会が、学生でもあると思いますけれども、図形を書くときにマスがあると図形が書きやすいとか、行だとですねやっぱり文字のサイズをその行に合わせてしまいがちなんですけれど、
ます、とかね、無地のノートでしたら、自分がこう例えば大事なところは文字を大きく書くとか、ちょこちょこっと小さく書くとか、そういう、ね、自由に自分でレイアウトを決めれるので、より見やすいノート作りができるので、そういうノートが私は好きです、おすすめです、というのはね、聞いたことがあります。その方は、商社で働いている方で、そのノートは常に持ち歩いているようですね。で、見返すこともあるんですけれども、そのノートは、毎回使い切ったらまた新しいノートを持って、でバックナンバーは家に置いておいて、という感じで、しているそうです。はい、どうでしょう、参考になりましたでしょうかね。ペラペラ神頼みさん、ノートを迷っている、一回ね、いろんなノートを使ってみるというのもいいと思います。ノートはね、どんなものにでも使うことができますので、はい、もしね、使いにくいなと思ったら、1学期は例えば普通のノート、大学ノートを使ってみて、2学期はルーズリーフを使ってみるというのも、ありですね。はい、はい、ペラペラ神頼みさん、ご投稿ありがとうございました。はい、またお願いいたします。最後のお便りになります。真っ赤すぎるトマトさんからですね。小林さん、こんにちは。こんにちは、早速ですが、ささやきリクエストお願いします。あ、ささやきリクエストですね、ありがとうございます。今回はスイートトマトでお願いいたします。はい、かしこまりました。スイートトマト、ささやかせていただきます。はい、このペーパー出来事のコーナーにある裏メニューですね、ささやきリクエストというものが、コーナーもございまして、ね、ささやきリクエストを随時募集しております。もしね、ささやいてほしいなど、ありましたら、ご投稿の時にご一緒にね、書いてくださればささやかせていただきます。真っ赤すぎるトマトさん、ありがとうございます。それでは、続きの内容を読んでいきたいと思います。先日 YouTube で日本と海外でのプレゼントの開け方の違いを見ました。海外では勢いよく紙を破って開けるのに対し、日本人はゆっくりと紙をほどくように開けるという違いでした。よく考えてみると、ゆっくりと開ける日本人の行動も面白いものだなぁと思いました。ということです。はい。そうですね、面白いですね。これも髪を切りながら、お話ししていこうと思います。海外では、私は知らなかったですね。海外では勢いよく髪を破って開ける。でも、海外というのはアメリカですかね。アメリカなんでしょうかね。あ、でも想像は全然つきますね。はい、こうやっぱりアメリカの方ってこうはっちゃけたイメージ、イエーイって感じの、プレゼントありがとうって言ってこう勢いよくね、クリスマスのイメージがありますね。クリスマスに、子供がプレゼントをもらって、わあ中身なんだろう、バリバリバリっとこう開けるシーンは、なんか映画とかでもありそうな感じですよね。そして日本人はゆっくりとほどくように開けると。そうですね、私も
なぜかそう教わったわけではないんですけれども、自分の親を見てそうするようになったんでしょうね。包まれているプレゼントがあった時はこうテープのところをですねカリカリカリとして、できるだけプレゼント用紙を破らないように、開けるという感じでプレゼントを開けていますね。はい。それはですね、別にプレゼント用紙を後で再利用するわけでもないんです。その丁寧に開けた後も畳んで捨てるだけなんですけど、捨てるというかね、まあ捨てるんですけども、捨てるだけなんですけれど、なぜか、破らないように開けてしまいがちですね。このお便りが、このお便りを読んでですね、私は調べてみたんですが、やはり海外ではその破る勢いよく開けることによって、どれだけ嬉しさを表現するではないですけれども、早く中が見たいということでこうバッと開けるというふうにおっしゃっている方も、いらっしゃいました。で、日本人のそのゆっくり開けるということに関しては、破ったらその包んでくれたことに対して、雑に破るという行為が雑というイメージが、あって、それで雑に破ってはいけないという気持ちから、ゆっくりと開けるというふうな感じですかね。はい。まあ、どちらも相手のことを、思ったりとかね、また違った解釈で、プレゼントをね開けているんだなぁと、面白いですよね。はい。アメリカ人の人は全員が全員そういう風にこうバーッと開けるんでしょうかね。海外の方でも丁寧にというか、破らずに開けるよという方はいらっしゃるんでしょうかね。でもアメリカなどは、アメリカとかカナダとかですと結構ラッピング文化があるんですよね。結構しかもセルフラッピング、自分でラッピングされるんですごいですよね。日本だとショッピングモールで包んでくださいって言うとね、包むサービスがあって包んでもらうということなんですが、海外ではですね、自分でラッピング用紙を選びたいと、好みがあってとことんこだわりたいというところで、ラッピングの用紙をどれにし、どれが可愛いかな、どれが、プレゼント相手さんに合っているかな、どれが喜ぶかなっていうのをですね、見たりとか、リボンもですね、どんなリボンがいいかなっていうのをね、結構一から全部選んでラッピングするみたいですよ。はい。なのでラッピングの紙とか、ラッピングのリボンとかも結構いろんな種類がスーパーとか、ちょっとしたお店に売られてますね。そのコーナーは結構大きく取られてます。どこに行っても、どこのスーパーとかに行っても結構グリーティングカードもですね、グリーティングカードも置かれているというような感じみたいです。それはとってもなんかいい文化ですよね。結構こまめにグリーティングカードの、やり取りをしたりするそうなので、ね、誕生日とかも結構盛大に飾って、お祝いするね、楽しい文化ですよね。
私もですね、最近ラッピングに、興味をちょっと興味が出てきましてですね、可愛いラッピングを自分でできるようになりたいなと思いながらちょっと練習をしています。はい、まあね、包んでもらうというのもいいんですが、やっぱりお店ですとね、お店に行って、でその購入したお店じゃないとラッピング対応してなかったりするので、自分のお気に入りのものをですねラッピングしたい時にどうしてもねサービスを受けれなかったりするので、自分でラッピングできるようになったらとても便利だなと思っています。ケーキとか私作ったりするんですけれども、お菓子作りが好きで、お菓子を作って、お友達にプレゼントとかしたりするんですけれども、そういうのもですねやっぱり綺麗に、可愛く包むと、なんだかねもらった方もいいものをもらったんじゃないかっていうね気分になりますので、そういうところでもですねラッピングの勉強をちょっと私はしようと思っています。はい、とても面白い話題でしたね。真っ赤すぎるトマトさん、シェアをありがとうございます。また投稿お待ちしております。はい、ということで全てのお便りを読み終えましたので、ペーパー出来事紙切りラジオ、これにて終了させていただきます。また来週もお待ちしております。ありがとうございました。またね。